1番2番3番4番5番6番でスタートしました。6艇横一線揃いました。さあ1周の1マークへと向かって、こうなると逃げる体勢が1号艇の村上、3号艇の茅場のつけまい、 V がついていく4号艇の隅でバックスレッジですが、これは受け止めた。先頭一定心除いて1号艇の村上奈穂、2番手つけ前の3号艇の茅場、3番手4号艇差し上がって隅の1番3番4番、スタートは正常でした。1周2マークトップ旋回、1号艇村上で3号艇茅場が回る。後ろ4号艇隅の後ろから握って5号艇並び込んだのは北那由加。ホーム側に戻って上位2艇は完全に早々抜けた。1番3番村上茅場、ここは高枠生かして待望の初白星、そして区切りの通算100勝目と向かいます。トップでインディエ決めたのが1号艇の村上奈穂。ラストターンマークトップで戻ります。1号艇は村上奈穂、2番手3号艇の茅場、3番手は6号艇石井で上位体系、1番3番6番です。第2レース先頭1番村上通算100勝おめでとう。1勝目の水神祭と2勝目の100勝目を宮島で挙げれて嬉しいです。初日転覆してしまってね、はい、まあちょっとふなしいというかプロペラが全然違ったということでしたけれども、そうですね、なんか全体的に違ったっていうよりは多分ちょっと回転調整が忘れられてなくて、うん、っていう感じだったんで、まあ、チルト下げて転覆の影響はなさそうな感じだったんで、チルト下げて今感じはいいと思います。いいですか、はい、1、2、3、2、カウントダウンが始まってからちょっと不調で全然勝てなかったので、100勝までちょっと近く取ってしまったんですけど、地元出てきてよかったです。ちょっと最近調子が悪いんで、ちょっと一層一層集中して頑張ろうと思ってるんですけど、ゆくゆくは A級になれるようにちょっと目指して一個ずつ頑張るのと、次戦勝で落としてもらえるようにコツコツ頑張ろうと思います。ポンコツですが、いつも応援ありがとうございます。これからも頑張ります。